先日買ったばかりのバスビート2 672M1、6フィート7インチでミディアムヘビーで2ピースですね。実際にちょっと釣りで使ってみようと思います。ルアーは自分のお気に入りのモーグルシリーズのモーグルクランク 50DR ですね。やっぱ振った感じちょっとっていうかだいぶ前使ってたロッドに比べると硬い。でそのせいかわからないけど直線的にライナーで結構飛んでっちゃいますね。ちょっと軽めのルアーは苦戦しそうですね。慣れるまで。前使ってたロッドは、相当昔のGCSC55M っていうエバーグリーンのロッドなんですけど、コンバットスティックのシリーズですね。ミディアムアクションなんだけど今時の M にするとやっぱ昔のロッドだからちょっと硬い感じはあったんですが、やっぱそれと比べてもこの MH は硬い。今日ゴミが多いな。ちょっとまだ慣れてないんでアンダーキャストとかサイドキャストがやりづらい感じはある。でもそれなりに投げれるな。一応ちょっと風上に向かって投げてる感じなんだけど、これでちゃんとこういう開けたところじゃなくてこういう際をコントロールよく狙っていけるかっていうとまだちょっと無理ですね。こういう際はもうオーバーヘッドでなら曲げれるけど、こんくらいのキャストすればでももうちょっと着水音を抑えたいですよね。もうちょっと慣れが必要な感じがします。やっぱりこういう下からそっと投げようとすると思ってたところよりだいぶ左に行っちゃう感じがしますね。今日ゴミが多いな。まあ慣れればなんとかなるかもしれないっていうぐらい。ああでも一応慣れればなんとかなりそう。ブレーキでごまかしつつ、こういう壁を背にしてのキャストはどうかな。あ、ゴミが引っかかってる。あ、まだ引っかかってた。よし、こういう壁を、やっぱちょっとつらいな。コントロールははっきり言ってできてないです。もうちょい右を狙ってました。感度はですねやっぱ2ピースなだけあってちょっともしかしたらぼやけてるのかなっていう。これの1ピース使ったことないんでわかんないんですけど、今時のロッドなんでこういうところに直に指が触れるんで感じ取る部分は前より多くなったようで、もしかしたらジョイントで若干ボケてるのかなっていう、あくまで予想ですけど自分の。やっぱりちょっと特にこういう壁背負って投げづらい中でキャストするとやっぱり左に行っちゃいますね。まあちょっとそれは慣れるまでの練習だと思うんで、これでなんとか頑張って釣っていこうと思います。